始まったかな <laughs> はいゲーームコレクターあんさけ館ですえー、今日は、えー、とりあえず、えー、今週発売タイトルの、まあ、ゲームのね情報をちょっと確認してみようかなと思ってますあその前にネオポケの話か <laughs>、はい、一応ネオポケの話はなんだっけえー、っと今日は ポケットカジノシリーズネオバカラネオバカラかこれかはいネオバカラですねえー、っとまあバカラは、まあ、トランプのゲームとしては若干流し知れてるのかなうん こんにちはこんばんはっす。はい。こんばんはっす。はい。<laughs> んんはっはい、えー、っと、ネオポケはね、えー、っと、まあ、これはいつだ ?2000 年6月22日発売のタイトルですね。まあ、これ終わったら、あの、発売スケジュール見に見てみます。はい。<laughs> その前にネオポケの話ね。はい。で、こちらは、えー、っと、ネオポケ、えー、っと、2000年6月22日発売なんで、まあもう、もうそろそろまあ21周年になるかなというタイトルですね。 まあネオポケもねいろいろとこうポケットカジノシリーズ出てるけど多分このあたりが最後になるのかなはいまあいいやもういいや発売スケジュール見に行こう <laughs> はいということでえー、っとねやっぱり今年というかまあ毎月ねまあそ去年あたりからやっぱり発売タイトルがこう ね、月末にね固まる傾向っていうのがあってこ特にまあプレステ5出てからは厳しいんですよねやっぱりこの最終週でまあ、4月の場合はだいたいゴールデンウィーク前なんでだいたい二29日近辺ってあんまソフトなくてその前の週なんで今年は22日なんですけどまあそういう感じでえー、っと来週が結構充実してるんですけど今週はねあんまりないんですよね。 えーっと、まず、どの辺から見に行きゃいいんだ、これ。まず最初がね、えー、っと、アルトデウスっていうのかなアルトデウスビヨンドクロ,ノスクロノスっていうやつが、えっと、VR インタラクティブストーリーアクションということなんですけど、なんだろう、プレステ5でもね、ちょっと VR、 なんか出るらしいんだけど、いろいろ発表されてるみたいなんですけど、まだプレステ4の VR 専用タイトルって出てるんですね。ちょっと僕もね、ちょっと前までは VR で何かこう面白いなったらやってみようと思って、外、あの、むき出しの状態で初期型 VR、プレイステーション VR を出してたんですけど、もういい加減いいやと思ってしまっちゃったんですけど、まだね、出るみたいですね。で、これは、 えーっとどういうタイトルなんだろう、まあ、一応ね最近公式サイトもあんま情報がね何だろういろいろサイト形式がま,だらまばらだったりするんですけど、えーっと「あなたは主人公クロエとなって人類の敵と相対する選択決断が物語の、えー、結末を」 幾重にも変えていく最大級ボリュームのマルチエンディング VR ゲーム探索アドベンチャー VR ライブアクションマシンアクション VR でやりたいこと全てが詰まった最え完全最新タイトルということですけどもまあ公式サイトがね結構なんだろうなんだ昔に比べるとその サイあの昔ながらのね結構乙女ゲームを年に1本ぐらい出してますみたいな会社だと昔ながらの HTML のすごいシンプルなサイトが出てきてあれはあれでパッと出てくるのはいいんだけど最近のはねなんかこうこれで。 情報ができてるのかどうかよくわかんないってところで今ね何を見てるかっていうと決断と選択の ABC ゲームシステムって書いてあるんだけどその下にね絵が全然出てなくてね <laughs> あ、今更新したら出てきたわうーんなんだろう VR のゲームどうなんですかね今あのー、正直言うとその ゲームショーとかでまあ、ちょっと去年はゲームショーねあのオンラインだったんですけどおととしなんかはゲームショー見に行くと VR コーナー結構充実しててただその家庭用ゲーム機のカテゴリーと。 VR のね、コーナーっていうのは、あまりにもこう、乖離しすぎててね、よくわかんない状態っていうか、なんか VR コーナーすごいことやってんだけど、少なくとも家庭用ゲーム機と呼ばれる PlayStation 4で遊ぶ VR は、相変わらずな感じだったじゃないですか。まあ何が言いたいかというと、PlayStation VR と僕出た時からずっとこれダメだろうって言ってて、結構、 ね、そういうの言うとたまにこう VR 信者的な人がこうつきに来るというか叩きに来るっていうのを <laughs> なんか散々味わったんですけどただやっぱりあの金額面はダメだと思ったのとそのやっぱりあの止まって座ってなきゃいけないのに2 0あの 360度未満数っていう要素があるっていう。まあ、あと優先っていう一つね。なんかそれがどうしても僕の中ではね、理解ができなくて。だから VR って多分、あれ軽いもので、しかも無線で、で、動き回ることがすごい大事で、で、多分立って移動するのは危ないけど、せめてその場で回転するぐらいできないとダメだと思ってたんですけどね。それが今の PS4 の VR って全く改善されてないのになんか、 だからそれに制限されて止まった状態でこうくるくる回るようなねものとかがこうに制限されてあとなんだろうこうギャルガンとかみたいなのねやつもギャルガン2かなんかもうゲームシステム見てると絶対ある VR 用に作っただろうっていうのがまあそう発表されてたけど VR 用に作っただろうってわかるのがあれとこの何だっけ えーと名前忘れてたな。何チームだっけ <laughs> まあいいやシューティングゲームでこう向いた方向であそこ移動するって言ったらタッと移動するシーンはプレイあ勝手に移動してその場で動き回るのはプレイヤーがやるみたいなそういう風なノリになってくところとか見てるとやっぱりこう なんかプレイステーション4の VR のみだからこそ制限されてるものっていうのがあってそれがどうしてもダメだなと思ったんで次の VR どうなるのかって期待してるんだけどまだ VR をね出す会社があるっていうのはなんかすごいのかどうなのかまだただあの VR でもまだこう商売として成り立つ何かがあるのかってまあそういうところなんでしょうけど僕の VR は。 あの辺に、まあ、見えないと思うけど <laughs> あのもう閉まっちゃいました <laughs> はいでこれ通常版と特装版っていうのが出てるのかな確か出る予定なんですよねでメーカーがマイディアリストっていうところ知らないんですけど VR の有名な会社なのかなまあともかく 特装版は何だろう特装版はえっ、ー、と2500全世界2500セットの限定版っていうのが価値があるのかないのかよく分かんないんですよね。<laughs> あのあ見たい見たい見たい。見たい見たい <laughs> いやあのた,たださに箱があるだけですはい <laughs> でえっと VR 何だろう2500セットって全世界2500セットってすごいのかどうかよくわからないのがあの例えばそうだな多分昔のね家庭用ゲーム機のその出荷数そのパッケージ版のね出荷数なんかでいくと 1>, まあ1万とか2万っていうのがまあ初回出荷当たり前だった時代っていうのがファミコンとかスーファミとかその時代あったりしてまあ64ぐらいの時代もまあ,まあ1万ぐらいは最低ロットでみたいな感じだったノリはあるんですけど多分 DS とかあの辺のノリぐらいの時期になるともう数千。 結構低い方のね初回出荷でそれ以上もう売れないから終わりみたいなねこともあったと思うんですよだからそういうことを考えるとこの2500セットっていうのが基本的にねでかい市場って日本とアメリカじゃないですか <laughs> でまあヨーロッパもあるけどもでもそこもまあ 3, 3分割したとしてもまあ ね、700800セットとか日本で出るとしたらそれが果たしてこのレアなものになるの限定版になるのかそれともこうあの誰も知らないな特にどうでもいいものになるのかちょっとそこがねあのちょっと謎な感じがしますその数の限定って意味ではねあんまりこうプレミア感がいまいち僕の中では感じられないかなってところです。 で次が、えっ、ー、と、ザ・キング・オブ・ファイターズ2002アルティメット・マッチっていうのかな。で、これが何なんだろうなぁ。なんか、キング・オブ・ファイターズって結構あれですよね。その… 過去の作品のこう復刻みたいに感じにしてるけどまあ昔はその年をこう代表するキャラクターがこうね出てこうお祭り的に出てるソフトだったんでそこの何年って切り取られてもうんまあそういう時代なのかって言えばそうなんだけどまあうん。 どうなんですかね僕の中でそのキングオブフ,ファイターズって正直言うとその格闘ゲームバリバリやってたわけじゃないから正直そのどれがどうというね評価はないんですがでも公式サイト見るとこう書いてありますね全てをチュえフルチューンナップえシリーズ最多のキャラクターがここに集結ザ・キングオブファイターズ2002アンリミテッドマッチ KOF シリーズの中でも KOF98 と総壁をなす最高傑作とされ称される KOF2002 をフルチューンアップした The King of 2002「THEKING o f f i ズ t e r s 2 0 0 2アルティメット、えー、とマッチ」がついに登場徹底したゲームバランスの再調整を施し新技や復活技を大量に追加さらに各各,各種 <laughs> グラフィックまあいいや <laughs> グラフィックや BGM など全てを一新 KOF シリーズ最多のプレイキャラクターが参戦する無けの戦いが今始まるってあるんですけど正直これよくわからないのが多分 KOF98 と2002が最高傑作とされるってことはそれそのものが最高傑作なので。 それを例えばフル HD 化しましたとかねなんかこういじらずに HD 化しましたとかね <laughs> あとその全体の中にこうな何を追加要素するか分かんないけどこ,うここからバランス崩さないように追加要素するのが最高傑作を伸ばす秘訣だと思うんだけどそこにこうフルンチューンナップしちゃうっていうのは <laughs> 最高傑作なわけでしょこれどうなるんですかねなんだろうこの これは魅力があるのかないのかよくわからないんですよね。だからこうね、だから、うーん、最高傑作を変えるっていうのは、こう、いいことなのかね、ちょっとよくわからないですよね。うーん。まあ、ちょっと、あの、サイトの情報なんでよくわかんないけど、疑問です。はい。 で一応、総勢66キャラクターが参戦 KOF2002 の登場キャラクターに加え過去に熱室編を彩ったキャラクターや裏キャラが参戦。 えー、さらに本作オリジナルキャラクターネームレスが登場 KOF シリーズ最多の66キャラクターが参戦ってことはまあでも格闘ゲームだからキャラクターが参戦するってことはそこでバランスが変わるわけでまあフルチューンアップするというのもう別物なんじゃないのってこれ2002ってうん 2002って名乗る必要があるのかどうかもね、よくわかんない <laughs> ですよね。いっそのこと2022とか言った方がいいのかなって気がするけど、まあ、いいか。<laughs> はい。でもいろいろモード追加されて、ボリュームはありそうですね。うん。で、あれかなこれダウンロード版も出てるのか。 パッケージ版だけってことなんでまああんまり気にしてもしょうがないかはいじゃあいいや次 <laughs> えっとこれは PS4 でしょうで次が、えー、とウィーニングポスト、えー、92021が、えー、PS4 とスイッチで発売ですね えっとウィーニングポスト20、えー、2021はっていうかウィーニングポスト9は2019年に最初が出てで2020ってバージョンがあっての次の3作目ですよね確かウィーニング11じゃないウィーニングポストの8が2014年から18年ぐらいまで結構長く続いて毎年毎年毎年こう出してで大体 次年度あたりから連価版が間に挟まってこう半年に1回ぐらいとかねフル,フルペースでこう <laughs> あのシリーズが出るという恐ろしいソフトなんですけど多分ウィーニング・ポスト9はあ8はあの基本 PS3 ビータから始まって PS4 に移行していって最後スイッチにも出たとかいうタイトルだったんですけどウィーニングポスト9は最初から PS4 とスイッチなんで多分そのビータの連価版みたいな商売とはちょっと無縁なのとそのなんだえー、っとえー、っとビータ PS3PS4 のこう データをね、マルチでやりとりする。<laughs> ああいう複雑さがない分、まあ、作りやすいのかなという感じはします。で、多分、ビータに合わせて作る、あ、であんましないか。いうテクモさんって割とこう、各ハードで出すけど、結構、ゲーム内容だいぶ違ったり、だいぶ違うっていうか、まあ、ビジュアル面とかね、操作面変わったりするから、あんま気にしてないかもしれないけど、でも、ちょっと今回はね、9はもう PS4、 スイッチ世代なんでていうか PS5 世代にどっかで移行するとなるとどうなるんだろうね <laughs> っていう、うん、まあいいやはいで渋沢浩40周年記念作品ってなってますね渋沢浩さんは多分だから80年か80年ぐらいか1 9 81年ぐらいに出てんのかな信長とかあの辺なのかな最初は。違うな。桶狭間かなんかが。まあでも有名作品だと多分信長とか三国志が多分82、3年ぐらいから出てんのかな ?85 年ぐらい。まああの辺からこういろいろ出てて、多分ウイニングポストは90年代ぐらいが最初なんじゃないかな だいいぶ息は長いんですよ、ね、そのナンバリング的にはないんだけどその要はその <laughs> 年度ごとにね出したりしてこう間が入ってるんで「スーファミ 3DO プレステ・サタン」あたりかな多分1作目がこう出てんのあ違うかな多分スーファミと 3DO は多分ウィニングポスト1作目なんですよね うん、まあ、ともかくそうやってこう粘土が挟まってるからちょっとこう要はこうやってこうデータ持ってってやったりもしてみたんだけどただあのデータ持ってっても何だろうある程度稼いだデータじゃないと移行できないし移行した上で結局その なんかある程度データは持ってるんだけども最初からみたいなよく分かんないね <laughs> 移行だったんであんまりこう移行した後はあんまプレイしなかったんだけどちょっとねナインのこのシリーズは早めに手をつけたいなとは思ってるんですよね何だろう違いが分かんないんだよないつも同じような遊び方しちゃうからあんまりサイト情報パあ本作の特徴ってあった えっと開始年シナリオシリーズ初,初,初搭載となる5つの開始年シナリオ選択した年により、えー、初年度入手馬山菜、えー、んだこれ頻馬じゃないなんていうのオス馬わかんない <laughs> クラシック路線だけではなく山菜頻馬クラシック路線の馬も入手可能いや初年度ライバル馬など序盤の状況が変化する でえー、っとまあそんな感じですねで「世界最強決定戦」とかあるんですねうんで「家族の絆人馬の絆」「子孫継承システムが正当進化」結構こうなんだろうこう競馬あんまり詳しくないからこの大枠でプレイしてて 8をやってた時には僕はあのもうほぼあのお任せ状態でやってレースだけを楽しむみたいなね <laughs> あのレースじゃない買うのとあともう買ったらあとはこういろんなところにお任せして育ててもらってあとはレースであの 僕の名前が付いた馬が実況されるのを楽しむみたいな遊び方をしてたんで多分9も同じような遊び方できるのかなと思ってねその辺はちょっと興味があるんですけどちょっと8でね燃え尽きた感があるんでねちょっと9の始めどころを今探ってるところですはいでいいや次これ PS4 とスイッチですね両方で次がえー、っとサガフロンティアリマスターなんですけど これがね、ちょっと不思議なんですよ。4月15日発売って予定出てて、で、ツイッターの公式アカウントもそう言ってるんだけど、あの、オンラインショップいろいろ探しても全然こう、出てこないんですよ。Amazon なんかも検索して一生懸命こう、サガフロンティアリマスターとか言って検索をしてるんだけど、出てきたのが、 えと、戦国無双5とね <laughs>、サガフロンティア解体新書とね、えー、と、アライアンスアライブ HD リマスターと、全然違うものばっかり出ててね、で、最後にサガフロンティアが出やがってね、これプレステのやつなんですけど、サガフロンティアリマスターのね、あのー、本当に出るのっていう、ちょっとこう、個人的に今疑問なんですけど、ただツイッターアカウント見るとね、あのー、サガフロンティア、 佐賀公式ってやつねサガ公式ってやつを見ると一応、えー、と8時間前にね「サガフロンティアリマスター」発売まであと5日ってやってんだけどもいざいろんなオンラインショップ見に行ってもこう出てなくてちょっとちょっとやきもきしてますまあ買うわけじゃないんだけどまあ正直言うと僕サガフロンティアプレステのサガフロンティアは発売日に買ったんですよ当時。 で買ったんだけどなんかすごい忙しくてなんかすごいめんどくさいゲームってことはなんとなく把握しててちょっと積んでたらそのままほとんど最初誰選んだかも覚えてないぐらいの状況のまま今こう全然クリアしてない状況のねソフトがどっかにねこう埋まってますはいこっちかなこっち側に埋まってます <laughs> まあいいや でもなんかあれですよね今回のサガフロンティアリマスターはなんか八人目のなんかボツキャラだったかなんかよくわかんないけど八人これだ新たな主人公フューズが加わることでさらなる進化を遂げましたっていうことですね。うん、だから七人から八人に変わってるから明らかにこうねあのいろいろ展開が変わってくると思うんでそういう意味ではこう過去にプレイしてた人にとってもこうなんだろう改めて挑戦し 違いはあるのかなという感じはします <laughs> ただ僕は今すごい不安なのが Amazon を検索して出てこないってこれどうどうしたもんなんだろうね <laughs> いつも僕は Amazon はあの発売ハードごとの あの発売日順に出すすんですよそう,としてそうすると最初が大体に今だと2021年12月30日,1日発売になってるあの2月発3月発売予定が発売延期になった「ドラえもん」が最初に出るんですけどスイッチだとね、まあ、p s 4もスイッチも調べるんだけどそれでバーっと調べてページを送ってって今だから4月15日ってところをパーっと見てってそこにサガフロンティアなかったんですよ。 まあ、ちなみにあのキングオブファイターズ2000にもなかったんだけどどうもあれは検索したらなんか SNK の専用ショップかなんかの方で出ててアマゾンだとね出てるんだけどサガフロンティアリマスターが出てこないんですよねこれちょっとよくわかんないですはい。 ということで次が、えっ、ー、と、嘘つき姫と盲目王子のベストプライス版、これプレステ4とスイッチですね。これは僕は発売当初に、えっ、ー、と、日本一ソフトウェアさんじゃないや、だからゲーマーさんのね、あの、えっ、ー、と、連載やってるんですけど、ゲームコレクターインプレッションってやってるんですけど、そこで、えっ、ー、と、 発売前ぐらいにちょっとプレイ、えー、ゲーマーさんのね、えー、と会社の方で、えっ、ー、と、ダウンロード版の体験プレイさせていただいて、で、インプレッションは記事書いてるんですけど、いつもね、原稿というか、連載では10時間プレイって決めて、10時間やった上で、まあ、それを切り張り、切り張りじゃないや、切って何時間後とかに切って、こう、報告するようなね、連載なんですけど、あのー、<laughs> まあ、当然そういう、 出版社のね、あの出版社っていうか、そのニュースサイトの,その会社のところに行って、ソフトをね、か遊ばしてもらってるんで、あの正直10時間プレイすると、ね、無理なんで、まあちょっといいところで切り上げて帰ろうとしたんだけど、5時間、6時間ぐらいのプレイでクリアしちゃって、まあこれで OK って感じになったんだけど、まあなんだろう、あの結構ね、もともとのゲームは、絵本演出があった上で、その、 ちょっとパズル要素強めのアクションゲームって感じかなちょっとナビゲーションするタイプのゲームなんですよねだからちょっとこ,こうやったらこういう展開になるって若干の予想しながらやるんでそこがパズルっぽくてあとあのやられてしまってもその場復帰なんで割とこう試しやすいと、まあ、挑戦しやすいタイプなんですけどまあだから難易度緩めどっちかってそのエその絵本テイストを楽しむからまあどっ <laughs> んそうガチゲーマーよりはちょっとこうねライトな人向けっていう作りかなところのやつなんですけどまあそれが当時はプレステ4スイッチビータで出たんですけど今回の廉価版はプレステ4とスイッチのみですね。はいであとはえー、っとあそうかあれだね「ウソつき姫と盲目王子」の廉価版はなんかパッケージのねデザインがねなんか変わって。 ってるらしいですあの通常版とは <laughs> まあそれでもう一本買うかっていうとちょっと微妙なんだけど一応そういう差があるようですはいでえー、っとこれが最後かなえー、っとスイッチでえー、っと2064えー、っとリ、えードオンメモリーズっていうのがねえー、っと 発売されますねこれはなんとなくこうサイト情報を見た感じだとアドベンチャー結構レトロ系レトロ風味のアドベンチャーゲームって感覚なのかなと思ってるんですけどちょっとプレイ画面的なとかよく分かんないんですけどちょっとドットライクなねちょっとなんか今風ドットライクなえー、とコマンドアドベンチャー的な画面テイストですよね。 一応読んでみると「人気サイバーパンクアドベンチャーの究極版、えー、西暦2064年高度に発達したテクノロジーによって人々は脳と機械を接続し仮想現実の中で、えー、働き遊びそしてつながるようになっていた」まあそういうシチュエーションか <laughs>。 で、その、ちょっと読み進めるとね、ガブリエル・ナイトやスナッチャーといった古典作品に多大な影響を受けた本作はってあるんで、まあ、ちょっとガブリエル・ナイトは僕よくわかんないけど、スナッチャーはね、わかりやすいんで、まあ、スナッチャーって言えばね、まあ、あの小島さんの作品で、まあ、も PC から出てた作品だと思うんですけど、僕は PC, PC エンジンはちょっと触った程度かな。で、サタンとプレステではね、プレステが先かなまあ、いいや。<laughs> あの、プレイしてクリアした記憶はあるんですけど、あの、 なんか相方かなんかのロボットがハードによってねゲーム機のなんか終盤エンディング近くなのかななんかあのロボットのボディがねそのゲーム機の形かなんかに変わっててそれぞれ違うみたいなのとかあとあれか残虐表現をこうモザイク入れたりするあの辺りが違ったのかなまあまあ、どうでもいいんだけどえー、っとまあそんな感じでねあの当時は割とこう がっつり楽しんだけど今そういうタイプのねアドベンチャーがどのぐらい受け入れられるかちょっと期待があるかなという感じです。ということでね発売タイトル一応一通り見てみたんですけどあとねえっと僕のえっと YouTube チャンネルゲームコレクター酒館チャンネルではえっと毎日ねえっと夜、えっと、20時からえっと1個更新されるのとあと何かしらこう入れられたらもう1本何かしらデータを入れようとして。 動画入れようとしてるんですけど今日はね多分多分っていうか今週の振り返りっていう感じの動画を作る予定なのとあと何かしら一本あの入れるかなと思うんですけど最近はね、えー、3DS 以外に、えー、とゲームキューブとかね <laughs> あ,のあとなんだ 3DO とかそういうのを入れてるんですけどまあ 色々とこうパッケージ紹介的なもののねノリをこうやってるんであのご興味のある方は是非見ていただければと思います。ということでねえー、っと今日はこの辺りで終わりにしようかと思います。以上作艦でした。おやすみなさい。